砂箱砂箱とは主に北海道などの雪や氷によって自動車や人が滑ることが想定される道路の脇に設置されている防滑剤や凍結防止剤、融雪剤を配置しておくための箱である。主に凍結路面で自動車が立ち往生するような急勾配、あるいは交差点などに設置されていることが多い。歩行者向けのものは郵便ポストほどの大きさの箱に 袋に入った砂がいくつか置いてある。歩行者や近隣住民が自由に持ち出して歩道に散布し、滑り止めとして使用する。砂袋の代わりに自治体が回収したペットボトルを流用していることもある。砂には塩分が含まれており、路面に付着した氷に定着しやすくされている。勾配のある急カーブなどでは自動散布装置が設置されている場合もある。気温が 一定温度以下の際に自動的に内部の塩化カルシウム下流などが放出される。蒸気機関車のサンドドーム詳細は砂巻き装置を参照のこと。機上に砂を巻くことで車輪の空転を防ぐ。電気機関車では台車の軸箱付近や車体つまめに蒸気機関車ではボイラー状やランボード状に設置されていることが多く、1日5 0ラムほどの 砂を消費したと言われる。ありがとうございます。